だからどうもね、悩みの相談なんかでこういろいろ聞いてますとね、非常にみんなね、自分の依存性っていうのを美化するんですよね。私さえ我慢すればいいかと思って今まで我慢してきましたと。しかしもうこれ以上我慢できないから、もう私は主人と別れますという言い方なんですね。でその折れたということは非常に美化するんだけども、あなたなんで折れたんですかという言い方をして問い詰めていけば、結局ですね、自分を主張することが怖いんですよね。それより折れた方がいいという。でやはりその青春というのは、僕は友達同士でもですね、お互いに主張し合って、ぶつかるところはぶつかって、やっぱり喧嘩するたびに親しくなったということがありますけれどもね、やはりその友達同士、自分を主張して、なんか友達とうまくやるためにですね、自分が折れて、こういうように言ったら友達から気に入られるんじゃないかとかね、そういうようなことばっかりで青春の友情っていうのはない。むしろ青春の友情ってやっぱり喧嘩すると。喧嘩するたびに仲良くなったというのが、やはり青春の友情なんだろうと思うんですね。だから、その他人のために尽くすとかっていうことも大変いいんですけれども、他人のために尽くすということもですね、僕に言わせれば、その人が好きだからその人のことをしてあげるというのはいいんですが、なんかその人のことに尽くさないと自分が嫌われるような気がしてですね、尽くすというのは良くないんじゃないかと。やっぱりその自分を大切にすると。自分を大切にする。で、自分を大切にすることによってしか我々は他人を大切にできないんじゃないかと。自分を粗末にしておいてですよ、折れて。じゃあその人本当にそのご主人を愛してるかっていうと、僕はそうも思えないんですね。で、折れて譲って、それで不満にならなければいいわけですよ。だけど、実際には不満になってるわけですね。実際にはあそこでも自分は折れた、ここでも自分は譲ったと思って非常に不満になって、なんかすごいこう、陰鬱な顔になっちゃう。で、陰鬱な顔をしてですね、うちにいるよりも私はこうしたいということをはっきり言って、時にはこう議論がある、そして本当に仲良くなる。僕の感じではその人間というのは本当に神様のようにはなれないというのは僕の今の感じなんです。うつ病者のですね、人間関係なんか見てみるとですね、まあいろいろあるんですが、他人との対決を避けるというのがあるんですね。つまりさっき言ったように他人との対決を避けるというのはこう折れちゃう。でそれは自分の意見を言って相手の意見を言って、そこで食い違ってなんか気まずくなるぐらいだったら自分が折れちゃった方がいいやということなんですよね。だけどそれじゃどうかっていうと、その結果として本当に親しい人はできない。近所の評判は大変いいと、仲間内の評判はいいと、だけど本当に心を打ち分ける友達がいないと。つまり評判良くすることばっかり一生懸命になっていればですね、それはあの心を打ち明ける友達というのは出てこないと思うんですね。ヒルティという人が、これはまあ今持ってないので正確な言葉は言えないんですけれども、こういうことです。お葬式の時にですね、彼には敵がいなかったっていうことを褒め言葉として言うことがあるけど、それは本当に褒め言葉だろうかと。つまり敵がいるっていうことは決してその人の価値を落とさないということを言ってるんですね。で僕なんかもね、まあ今こういうこと言ってますけどね、やっぱり敵を作るのが怖くて、自分の意見は差し、意見は言わなくてもなるべくそのみんなによく思ってもらおうという気持ちがすごく強かった。でも今47歳ですけどね、そういう時には残念ながらやっぱり親友ってのはできてないですね。そういうその人に悪く思ってもらうっていうことがですね、怖かった時期っていうのは。だから、やはり青春っていうのは、俺はこう感じるんだと。俺はこう思うんだということをお互いにぶつけ合いながら、友達ができるし、残念ながら友達になれない人もいると。僕はそれでいいと思うんですね。みんなに評判良くなろうと思うと結局は
誰も友達がいない。で、八方美人っていうのがあるんですね。で、まあ、うつ病者の人間関係の特徴というとですね、八方美人、今言った対決を避ける、親しい人ができないと、こういうふうになってるんですけれども、僕も八方美人だった時があるんです。でもね、八方美人というのはその当時を考えてみると、結局俺のことを尊敬してた人は一人もいないって感じがしますね。結局みんなから軽く見られてただけだと。だから例えばその授業の時に学生に嫌われるのは怖い、学生の評判が良くしたいというようなことに使っている時は、結局その僕を悪く言う学生はいないかもしれないけれども、やはり軽く見るんですね、人間っていうのは。これは不思議なもんですよ。だけど本当に自分の意見を言うようになると、その意見には賛成できないと、あの先生にはついていけないという学生ももちろん出るけれども、あの感じ方は私は正しいと思うと言ってついてくる人も出てくる。あるいは友達でもそうですよ。だから八方美人で対決を避けて親しい人ができないっていうのは、これは特徴として3つ例えば挙げる人がいますけれど、これは3つとも同じことなんですね。結局八方美人っていうのは誰も本当には尊敬してない、非常に軽く見てる。ですから、今見ると大変真面目だと。で、八方美人だと。だけど一体、振り返って考えるとその人は生きたと言えるのかっていう感じがするんですね。つまりそれは鏡の部屋にいるみたいなもんだって言うんですよ。どこを向いても自分しかいない。どういうことかっていうと、鏡が他人だって言うんですね。こっち向いても鏡に自分が映る、こっち向いて。まあ、どういうことかっていうと、他人に自分がどう映ってるかということしか考えてないわけですから、他人に対する関心はないんですよ。他人が自分をどう見ているかということの関心であって、他人に対する関心なんですね。僕はだから、よく言うことはですね、他人に嫌われまいと努力するよりも他人を好きになろうというふうに努力した方がいいんじゃないか。つまりエネルギーの使い方としてね、その他人に嫌われまいという形でエネルギーを使うよりも他人を好きになろうと。自分の弱点を他人に知られまいとして一生懸命隠すことにエネルギーを使うよりも他人のいいところを見つけることにエネルギーを使うと。そして他人を好きになろうという努力を始めると、これが不思議なもんなんですが、人が自分をどう見てるかということは怖くなくなるんですね。とか今言ったように鏡の部屋にいるともう全部自分だけですから、あの人は自分のことをどう思ってるか、あの人に自分はどう映ってるかということだけですから、結局ストレスは強いし、エネルギーはそうやってよく自分を見せようということだけに使う。恐れて。だけど不思議に、自分が他人を好きになろうとしだすと、割と人が自分をどう思ってるかということが怖くなくなるんですね。英語で心理学の本を読んでた時に、Failure is never tragic っていう文章が出てきたんですね。Failure、失敗ですね。is never tragic。悲劇ではないと。まあ、これを読んだときに、そんなことあるかと。自分の過去を振り返ってですね、失敗は嫌だったし、成功の方がいいと思ったんですが、その後に何て書いてあったかっていうと、失敗は悲劇ではないと。しかし、失敗した自分を他人がどう見るかということをウォーリー悩み始めたときに、失敗は悲劇になるんだとこう書いてある。そう言われるとそうだなって気がしたわけです。自分の過去の失敗を考えてみると、結局失敗そのことよりもですね、失敗した自分をみんながどう見ているかということで悩む。だから失敗は悲劇だったと。だから自分の側が積極的になればですね、自分の側から人を好きになろうという姿勢が出れば、そういう恐れってのは自然と消えていく。だけど、どうやったらですね、疲れるかということにエネルギーを使い出すと、どうしてもそっちが主になっちゃう。で、結局その今まで言ってきたことのですね、基本にはですね、人間のその
ローセルフエスティーム、低い自己評価っていうのがある。自分で自分に自信を持てない。で、その、ローセルフエスティーム、自己評価が低い人についての研究っていうのは、カレン・ホルナイとかですね、その他、ローゼンベルグとかっていういろいろな人がいろんなことを言ってるんですが、その、ローゼンベルグという人がですね、まあ、プリンストン大学から本を出してるんですが、ローセルフエスティーム、自分が自分を高く評価できないということについてですね、結果として4つのことが出ると。一つはそのインスタビリティオブセルフイメージと、自己の自己像が非常に不安定だと。つまりすぐ得意になったらダメだとなったりですね、ちょっと人から褒められるとわーって得意になる、ちょっと人からけなされるとわーってなっちゃう。つまりこれが激しいんですね、非常に不安定。それはそうですよね。他人で自分を支えてるわけですから、他人がいいって言われると、わあ、俺はすごいんだって。他人がダメだって言うと、俺はダメだって。からもう一つは、プレゼンティングセルフ。自分がね、いろんなこう、振りをするって言うんですね。見せるっていうか、格好をつけるっていうか、なんかこう、振りをする。ね、からもう一つ、三番目に、バルナラビリティ。傷つきやすい。他人の、まあ、評判とかですね、非難とかってすっごくこう傷つく。傷つくからって改めるわけじゃないんですよね、こういうのは。傷つくだけなの。その次はフィーリングズオブアイソレーション、孤独感と、まあいうふうに言ってるんですが、やはりなぜそうなるかっていうと、その基礎にはローセルフエスティームっていうのがありそうなんですね。つまり自分の価値を信じられない。じゃあなぜ自分の価値を信じられなくなったかということが大変これは難しいんで、やはりこれはですね、成長の過程の問題なんですね。こういう問題として考える。まあ例えばの話ですよ。親がまあ二人お姉さんがいて、三番目親が男の子を望んでいたと。また女の子生まれちゃったと。すると親はこの女の子に対して何て言うかっていうと、女の子が生まれてよかったねって言ってればいいんですけれども、この子が男の子だったらとかですね、なんかこのその子がそのボールでも蹴っ飛ばせばですね、わーって喜んでみたいですね、その木登りすると喜んでみる。つまりその子が男の子として振る舞うとわーって喜ぶ。女の子として振る舞うと、この子が男の子だったら。そうするとこれはどういうことかっていうと、 Don't be you だって、あなたはあなたであるなっていうメッセージだっていうんですよ。本当は自分は女なんですから。ところが男として振る舞うとなんか周囲の好意を得られる。本当の自分として振る舞うとなんか周囲の好意を得られないとなると、本当の自分に自信が持てない。だから男の子が生まれた時に男の子でよかった、女の子が生まれた女の子でよかったと、例えばな、そういう人はやっぱり自信が持てるっていう。あるいはその Don't be なんていうメッセージがあるっていうわけです。存在するなんて。これどういうメッセージかっていうと、あなたを妊娠しなければお父さんと結婚しなかったのにとかっていうことを言うとね。これは無茶苦茶な話で、つまりお前は私の不幸の原因だって言ってることですよ。とこれはもうたまらんですわね。あるいはこれ本当にそのテレフォン人生相談やっていても多い相談なんですけどね、子供のために我慢して離婚しないんですって言うんですよ。でこれはね、子供の側からするとたまんないですね。あなたがいなければお父さんと離婚するのに。つまり自分は母親の不幸の原因だっていうことですから。つまり俺は価値がないんだと、私は価値がないんだと、私の存在は人の不幸の原因なんだと、そういうメッセージを常に与えられてきたら堂々とできないですよ。やっぱり人に認めてもらおう、人によくも思ってもらわなきゃと思って一生懸命こうなりますよね。その他いろんなメッセージがあるんですけれども、例えばそういうメッセージっていうのがある、本当の自分に自信が持てないですね。まあ、例えばその、もう一つ言うと、その、Don't be important っていうメッセージが、重要であるな。どういうことかっていうと、
なんか夕食でですね、みんなが話をしてる。まあその非常に重要な話になった。その時に、ある子供が、私はこう思うとか、僕はこう思うとかって。そうすると、あんたは黙ってなさい。今重要な話してるんですから。そうすると、なるほど、自分は重要な話には役割を演じようとすると嫌われると。だけど、今重要なことだから自分は何も言わないでこうやって黙ってれば人から気に入られると。つまり自分が重要でなければ人から好意を得られるし、自分が重要なことをやろうとすると人から拒絶されると。そうなるとですね、なんか、こうやって控えめにしていた方が人の好意を得られるというふうな感じ方になっちゃうんですね。まあ、大変良くない言葉で、女子供は黙ってろなんて言い方なんですけれども、それで女子供は黙ってろって子供に自信持てったって、それは無理ですよ。子供としてはどういう意見なんだと。だけどそれはまあ幼いと。そのうちいろんな子で、これでこうなんだというふうならいいんですけど、女子供黙ってろなんて言ってですね、それでお前自信持てったって、それは無理な話ですね。その他いろんなその種のメッセージがその成長の過程で与えられると。中には Don't succeed なんてメッセージもあるとね。成功するなと。つまり、いつもお父さんとピンポンやってたと。だんだん成長してきてお父さんのピンポン勝っちゃったと。で、お父さん負けたらプーッと怒ってもう今度は一切ピンポンやらなくなっちゃったと、息子と。俺は勝つと嫌われるなっていう風な感じ方を始めると。ところが負けてると、なんかお父さんはニコニコしてくれるっていうんで、俺は常に負けの立場を選んでると人から好意をもらうとかね。なんか要するにその成長してくる過程でですね、いろんなおかしなことを言われるわけですよ。それで自分のあり方に自信を失っちゃう。そしてやることはといえばですね、今度は人の目をキョロキョロして人の目を認めてもらおうということになっちゃう。青春時代で大切なことは何かって言ったら、自分の存在に自信を持つっていうことなんですね。自分は価値があるんだと。それは子供っていうのはですね、親がイライラしてもそれは自分の責任だと思うという。だってまあ僕なんかでもちょっと自分の親を考えるとですね、その親が子供を動かそうとするときに使う手っていうのは一つあるんですね。それは何かっていうと、これは子供が親を動かすときにも使うんですけれどもね、あるいは友達同士でも使うんです。自分の深い感情によって他人を動かそうとすると、例えば子供の成績を見るね、親がその時で失望した顔をして黙ってる。すると子供は親がって黙ってるから、勉強しないのまずかったなとこう思って、つまり子供に罪悪感を与えることで人を動かそうとする。ただ恋愛だってそうですよ。もういいのとか言いながらメソメソ、メソメソしながら男が態度を変えるのを待っていると。で子供だってそうですよ。怒られた時こうメソメソしていると、親がなんかかわいそうだなと思って優しくしてくれるとか。つまりこう、他人に罪悪感を与えることによって他人の態度を変えようとするってことを我々はやるわけですね。そうするとそういう形です。例えば親子で子供をやられてたら絶えず罪悪感を与えられてやってきてるわけですから、それはさっき言ったその在籍感ってのが出てくるわけです。なんか自分は悪いんじゃねえかと、あんたがいるからもう昨日は眠れませんでしたよ、あんたが心配させるから昨日眠れませんでした、昨日眠れないことの原因はあんたですからね。だけど、そのお母さんは、その子が生まれる前からイライラして心配性だったわけですから、だけど子供はそんなこと分かんないですから。ああ、自分は人を心配させるダメな存在なんだと。そうすると心配させないように一生懸命人の好意を得るためにやって頑張り出すわけです。で、無理をする。まあそういうような感じなんです。ですからそのローセルフエスティームっていうのが出てくる。だけどそのローセルフエスティームはですね、これは青春時代にきっぱりと別れを告げなければならないことなんです。自分は価値がないなんていうことを考えちゃいけない。自分は価値があるんだと。
自分は素晴らしいんだと、自分は他人の不幸のなんかの原因ではないんだと、自分は他人の不快感情の責任を取る必要はないんだと、そういうように自分の価値に自信が持てれば他人への愛情も出てくるし、能動的な姿勢も出てくるんですよね。ところが自分が価値がないんだというような考え方がそこにあると、どうしたって人見ますし、私は価値があるんだと、でいっぱい能力持ってるんだと、青春ので、思いっきりそれを生きるんだと、でそうしていいんだというその姿勢ですね。それがまあ大切だろうって気がする。だから自分は好きになるように行動する。で、自分が好きになれば他人は自然と好きになる。また他人が好きになれば自分は好きになるんですね。で、自分は嫌いな人は大抵他人も嫌いですし、他人と打ち解けないですし、他人を本当に好きになってない人っていうのは大抵自分も嫌いなんですね。ですから、もっと言えば自分を肯定する。そういう行動の仕方がですね、大切だろうと。自分を卑下したり、俺はダメだと言ってみたり、他人の同情を求めてメソメソしてみたりですね、他人の気を引こうと思って不愉快そうな顔をしてみたり、そういう受け身なことをやってるといつになっても自分というものを肯定できない。だから自分を素直に肯定して、そして自分を好きになるような形で青春を出発すると、おそらく幸せな人生への可能性がかなりあるのではないかというのが、まあ、今ということから始まって、今日の今青春とはの結論にしたいというふうに思います。加藤泰蔵青春の生き方講演集第2巻はこれで終了いたします。